20年以上にわたり活躍してきた佐賀県警のパトーカーが去年11月一線を退きました。ところが引退が決まった後、全国からファンが撮影に訪れたといいます。九州では佐賀県にしかなく、マニア心をくすぐったそのパトーカーの正体とは。一番多いのは関東からが多いですね。100人はいかないんですけども、何十人という方に来ていただいております。全国から多くの方が来ていただいて、それもとても驚きましたし。佐賀県警が去年の11月までパトロールなどで使っていた日産セドリックのパトカー。この方のセドリックはおよそ20年前の2002年に生産が終了しています。このパトカーの初年度登録は1998年、およそ25年前です。その走行距離は12万キロ以上。非常に作りがいいんでしょうね。頑丈で大きな故障もなくてですね、これまでの警察官いろんな方々はこれ利用していただいたんですけども、大切に使っていただいて、おかげさまでですね、大きな故障もなく今までもずっと運用できていたっていうところになりますね。このパトカー、現在主流のドアミラーではなく、車体のフロント部分につくフェンダーミラー。さらにミッションはマニュアルと、令和のこの時代には珍しい車です。現在30歳。このパトカーが配備された時まだ小学生だった三津和也巡査長は、デザインが角張ったデザインでですね、内装も渋くて私としてはかっこいいなという印象ですね。昔の高級車と言われていただけあってですね、シートも柔らかくて、乗っていて安定もしているのでいい車だなと思います。しかし速度違反を取り締まるために搭載していたレーダーのシステムが電波法の改正によって使えなくなり、去年11月をもってレーダーパトカーとしての役目を終えることに。生産終了から20年以上経ったセドリックが去年までパトカーとして稼働していたことを、警察やパトカーのことに詳しいフォトジャーナリストの有村拓馬さんが、セドリックっていうのは、ベースがもう90年代初頭とか80年代とかからずっと作ってるやつなんで、それがね、この2022年までずっと現役だったっていうのは非常に珍しいケースではありますね。有村さんが非常に珍しいというセドリックのパトカー、なんと佐賀県警は去年まで3台のセドリックをパトカーとして使っていました。九州では最後と言われるこのパトカーが全国のファンからにわかに注目を集めたのは去年6月のこと。長年活躍してくれてきたこのセドリックのレーダーパトカーですね、その労をねぎらうというところでもですね、ツイッターをじゃあ県民の皆様にしてもらおうと思って投稿したところ、非常に多くの全国の方々、ファンの方からですね、反響をいただきまして。 SNS で引退を知らせて以降、全国からファンが訪れ、その写真を撮影するなどしたといいます。北は北海道、その南九州ですけども、全国から多くの方が来ていただいて、それもとても驚きましたし、私も対応したんですけども、パトカーに対するこの思いも熱くてですね、それに驚いたというところですね。中には関東から写真撮影に3回訪れた人も。1回撮り来られてですね、自分のその撮った写真がちょっと気に食わなかったということで、もう一回撮らせてくれということで、再度見られた方もいらっしゃいます。他には加速するときにリアが下がる姿を撮影させてほしいと、ファンならではのリクエストをする人も。配備された当時は32歳。交通機動隊として乗ることも多かった大塚圭介警部補はその労をねぎらいました。当時では最新のですね、速度測定装置が搭載されておりました。そういうことで非常にですね、取り扱いにはもう緊張しながら扱ったのを覚えております。今まで県下の交通事故防止のために活躍をしてくれてありがとう、そしてお疲れ様でしたと伝えたいです。
パトカーとしての役目は終えたものの、車検期間は来年3月まで残っています。レーダーパトカーという形で運用はできないんですけども、何らかの形でですね、運用ができればと思っております。そうですね、可能性がないっていうことはないかなとは思います。一方、県内にはこれ以外にも全国的に珍しい、いわゆる魔改造のパトカーがあると、ジャーナリストの有村さんは言います。コンフォートっていう車種なんですが、これはまあ基本的にタクシーとして作られた車種なんですけど、運転免許試験場の教習車として活躍してたものをパトカーに再利用されたっていう。世にも珍しいタクシーパトカーならぬコンフォートパトカーは、唐津警察署と伊万里警察署で現役。そして魔改造は他にも。鳥栖警察署のもともとは県の公用車だったものを改造したプリウスや、機動隊の車を改造した佐賀市富士町の駐在所にあるランドクルーザーなど、県警のパトカーは全国のファンから注目を集めています。パトカーへの関心と同様、県民の皆様も交通安全と交通事故抑止に関心を持っていただき、引き続き県内の事故を減らしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。